9月13日のケリヒメスイーツ。ブルチケ4枚か、まだ回せないな。なんか適当に稼いでくるってのもありだし。しかしな、ちょうどさ、このタイミングで沖田さんのピックアップガチャとか始まっちゃってさ、本当困りますよね。あ、いや、こっちの話なんですけどね。そして2016、ミフがいる。ゲリラボス、このディノガウは確か属性なかったはずだから、なんか適当なここら辺で行ってみるか。レッツゴー。2016ミクはハート持ち復活持ちのゲリラボスに対してどんな感じかと。あれかな、一発多段ヒットか、それとも一瞬扱いのやつか、どっちかによるな。いやあ、ドーナツ取れずじまい。お、普通にダメージ与える系か。で、このパオーンの後ろあたりにいれば上空からの攻撃はガードできる。パオーンがシールドを持ってるんで。お、強い強い。うまくいけば今日で終わるか。さあ続いて誰を出す。こっちかな。どうだ。悪くはないけど、いや悪い大したことじゃない、大したダメージじゃないな。えい、ミク地上からでもよかったかな。そして団長、前進するとあなたはダメージを食らう確率上がっちゃうよ。この攻撃は食らっちゃう。宇宙船長でライフ減らしも考えたけども、会心の上がるドレスつけてんのが俺だけだからな。このデッキのまま終わらせておけば肉の方にも会心がついたんだけどね。あ、でもいけそうだね。で、宇宙船長間近から撃ってももしかしたらミクを撃墜しちゃうかもしれないな。ミクのバリアがどれくらい持つかわからんし、ちょっと宇宙船長を撃つのは控えとこうかな。届くか。よし、ライフがあと一つ。これならいけそうだ。ミク強いやっぱり2016、2017のあの挟み込み攻撃とかさ、やれる機会限られてるもんね。ボスを挟み込めばいいんだけど、ボスより先まで飛ばせるってことがそうないし、なんかそういうさ、蹴りブーストってないのかね。お、お、いいじゃないの、ナイト召喚だってあんま使わんだろうけど、ここまでレア度の高いドレスがもらえるのはちょっと嬉しい。なんかプレチケもらえるとこないかなお、ありますよ、あります、入りませんよそうでした、そうでした、まだ作ってません。多分どこ入ってもこういう微妙な残りしかないな。まあ今日無理にガチャる必要もないか、別にガチャが目的じゃないんで。あとはミクのステージかね。ここを日々の、こなしとしてやっておきましょう。レッツゴー！プラチナアップ。これで、少しでも増えるかな。まあ、もともとゲット数が多いんで、そこまで苦ではないかなと。おかしい。おかしい判定だ。
度は大丈夫だろうな。わざわざ同じ位置で蹴ってみたけど、あ、最初2蹴りかかっちゃったから、もしや A メロが始まる。あー、雨が上がっちゃった別に悪くはないんだけど、悪いことは全くないんだけど。まだ前のミックステージみたいに1バトルで終わる系じゃないからいいよね。1バトルごとに曲が変わっちゃうと、それこそ頑張って聴かないと聴けないし、まあ、このゲーム中で聴く必要はないんだが、地道にお金も稼いでいる。そろそろあれじゃない、強化祭りとかさ、割引の入ってもいいんじゃないかな。そっちも久しくやってない気がするけど、気のせいかな珍種、助っ人 NPC がなんか強そうだったら、もしくは天空人がいたらって考えたけども、ちょっといなそうなんで、じゃあ今日はパッとこれぐらいで終わりにしておきましょう。ではまた明日。